はい、ガルモスリー続きからです。どうしたゆうたちゃん、服は着替えてます結構いい感じじゃない前回ね、終わりがリンリンだったんで、ちょっとリンリンをとりあえず。いるリンリン、なんか店来るんじゃなかったの？サンゴ。いない。いない。あれ、リンリンどこ行った？これやること、メモみたいな書いてあるスケジュールに。あ、そう、なんか野生を表現した T シャツを作れって言われたのよ。入荷しに行った時に、間違えてそのデザインのところをしちゃって。だけだけだって。リンリン。あとそう、お店のことで、リフォーム、内装、ブランドがね、来てたんだよね。これ違う。これだ。あ、かわいい。かわいいな。かわいいけどいいや。今の良すぎてちょっと。はい。リンリンどうする？リンリン問題発動してこい。もうちょっとハテナの人やろう。あー、またフェミニンね。前回最後どこで会ったっけ？リンリンに。ちょっとそこを思い出さないと無理よね。フェミニン、どんどんね、服売ってきたいんだよね。最近ちょっと入荷行っても全然あれなんだよね。在庫が多すぎて新しいものを入荷できなくなってきたから、どっち、この人どっちかって落ち着いた人でしょ。落ち着いたキャリアウーマンにしましょう。だからほら、今着てるのがそういうのだから。あ、いいんじゃない？こっちのがいいな。ってことは、中に着るのは、ああ、いいじゃない？なんか、普通。そう、私思ったの。なんか最近、なんか、他の人のガルモ実況とかを、ちょくちょく見てて、その度に思うのは、私って普通だなっていう。なんか、もうちょっと奇抜なコーデの方がいいのかなっていうのは、ちょっと思うけど、なんか、あんま奇抜なのちょっと私の中で許せないからなっていう。白。はい、どうぞ。かなりいいでしょ、これ。いいよ。めっちゃおしゃれよ。おしゃれさんよ。おしゃれすぎてちょっと、またなんか、待って、名前もっとちゃんと見とくべきだったね、今ね。あゆみじゃん。あゆみだったらもっとヒョウ柄入れていきたかった。あ、ミスったー。でもカバンヒョウ柄入れたから、まあ、いっか。奇跡よ。ほぼ奇跡。あゆにすればよかったね。結局あの子はどこ行ったの？ほんと来ないんだけど。ちょっと出ましょう。ここ、あのね、部屋を、なんか空いたままっていうの悲しいから、ちょっとなんか作ろうと思って、ひどいんだよ、出来は。出来はひどいんだよ。これなんかもうほんとひどいからね。ジュエリーどうした？あなた来ない方がいいよ、ここ。トカゲ派はちょっと。やばいでしょ？何もないの、ここ。部屋の名前で出してみるの？部屋の名前、見れなかった。もうジュエリー隊をどうした？うわ、すみこ？私はまあ、壁だったらまあ、和風でいいかな。これちょっとお店っぽいでしょ？これがね、ちょっと頑張った。ここだけちょっとが、後ろ見えない。まあね、ちょっと頑張ったのよ。違う。嘘。ここで見えたよね、多分ね。
あ、見れない名前。うそん。でも自分で何でつけたかちょっと覚えてないんだよね。あのね、あ、お部屋ボックスで見れる。あ、夏の忘れ物。もう秋じゃない？でもちょっとまだ夏みたいな。いや、もうこれ雑よ、本当に。一個埋めようと思って、何とかしようと思った結果これだからね。で、これが、メイクできそう。メイクできそうじゃない？メイクできそうはちょっとね、可愛いと思うのよ。てか、こうなってくると本当ピンクのお部屋って可愛いんだなと思う。あと、ミキさんのところ本当可愛いよね。なんだかな。まあ、あとまだね、部屋数あるんでね、そっちもね。だ、高いよね、ミニチュアのアイテムね。買いたいんだけど、いろいろ。なんか、むやみやたらに高いよね。それはちょっと。天使、チトヨ。え、なに？勝利数。あ、待って待って、後ろの回転してるやつがハロウィンになってる。すごい。すごくない？知らなかった。そんなことになるんだ。この人今音符出てたよね。どこ行きたいの？うわぁ。ここね。ここはね、もうなんか大体わかる。眉毛ペーンってして、こっちかな？違うね。ここの眉毛ってどれ？まあでもなんとなくでいいんでしょ？なんとなくでね。ね、ピンクっぽい。まあね、花畑。あ、やっぱこれ色集めた方がいいね、全部ね。そう、最近すごい思う。攻略本を今ね、買おうか悩み中なんだよね。買おうかな。でも、なんかもう、ガルモ3はなんか1年単位で楽しもうと思ってるから今。そう、昨日コメントをいただいて、ああ、そっかと思って。なんか季節ごとのね、あれがあるから、1年単位で楽しめるなと思って。なんで、ちょっと、ガチで攻略本を買おうかなっていう。なかなかさ、もう普通に本屋さん行っても売ってないじゃん。古いから。そこがちょっと悩みよね。ちょっと待って、やばくないこれ。なんか唇分厚いね、この子。すごいぞ、なんかいろいろ。あれ、何？気に入らないって言われた？待って、紫じゃない？今。なんか間違えた私。ごめん、なんかごめんね。お話ししてる方がちょっと重要だったね、私が。菊次郎。お願い、菊次郎、どっか行こう、一緒に。もう菊次郎と出かけることだけを考えてるんだけど。あ、もう呪いをあげるわ、ちょっとあなたに。いいわよ、呪いをあげるわ。あ、ちょっと終わったね。ちょっと終わったよ、もう。ほら、ほら、もう呪われた。ほら、呪われたよ、顔なんか真っ赤くなっちゃったもん。菊次郎、ほんと好き、どうしよう。ちょっと、ほんと、菊次郎。あ、そう。あ、そう。あ、少々、菊次郎に来てほしいな。そしたら私頑張るわ。さよなら。さよなら、ほんとに。何よ、もう、うわ、なんか、ゆうたちゃん、アッシュみたいなの来たよ。何これ、ゆうたちゃん、とみえ。そう思わない。あんた、今のメイクの方が可愛いわよ。ゆうたちゃん、アッシュだと思ったら、もう全然違う、偽物だったわ。眉毛はちょい細めがいいのね。ちょい細め。ちょっと待って。
目も見ないと全然わかんない。茶色、茶色、茶色にお前色、もう全部茶色じゃん全部茶色にするとね、本当ガルモ方にね、土かぶった女子いたからね、顔に。だからそうになっちゃうよ。いいの？嘘でしょ。ここも焦げ、こ茶色、茶色、焦げ茶って何？つまり焦げ茶って何？マロンのこと？やばいよそんなことしたら。オレンジ、オレンジはこうマーマレード、マーマレード、マーマレード、別にヒーチでもいいか。ピンクっぽい、茶色、こういうこと？写真見よう。なんか違うと思う。こうじゃない？なんかそれも、だけど、まつげがそもそもさ、茶色じゃなくないか？まあいいけど、彼女がいいならいいんだけどね。私がメイクするとどんどん終わっていく説あるよね、これ。あ、気に入ったみたいよ、でも。あ、でも可愛いんじゃない？でも最初の方が可愛かったな。その服にだって合ってないもん、そのメイクが。この人多分プチセレブだよね。でもその格好でうろうろしてる人、ちょっと恐怖だよね。まあ、そうもいいや、ちょっとこの店いいや。え？倫理問題はどうしたの？前回やらなかったからね、私が。美咲さん、チョリース。はい。クマちゃんの絵を描こうとしてご飯になるのちょっとよくわからないね。ちょっと待って、ケントに教えてもらうのは私だから、もうラテアート、ラテアートおじさんとして活躍するから今後え、エツコ、へえ。あ、ありがとう。あ、じゃあもっとなんか可愛いの欲しいな。あ、もっと可愛いの欲しいな。ケントケントとはさ、これ以上にやっぱり関係にはなれないんだろうな。うん、いいね、ほんと、ほんと営業うまいよね、彼ね。やばいなぁ。去ろう。逃げるっていう。昼間だからどうせ私が立つよね。うわぁ、ヤバンドがバックに立ってくれるわよ。いいです。お断りしまーす。え、ほんとわかんない。どこ行ったの、リンリンって。もうリンリンのイベントってなかったことにしていいの、これは。店にいるわよ、店に。色教えてくれるみたいよ。え、あそこ立てるの？ステージ。へえ。これがちょっといいことを聞いたね。ねえ、誰もいないよね。誰もいないよ。あ、いた！ちょっと、リンリンどういうことなの？しかもシチュー見てる。そう、これシチューだからね、この青いの。これ食べたいんでしょう。それ多分腐ってるよ、ずっと置いてあるから。うん。え、全部お任せなの？私に似合うコーデお願い。リンリンに似合うコーデって何？リンリンって何？何属性の人なの？リンリンってでももともとはさ、もともとはよ、ガーリーじゃなかった？確か。え、違ったかな？ガーリーだと思うんだよな。ポップではなかったもん。サイケではないし、サイケなところあるけどね、彼女ね。
ガーリーでやってみる？だってクールがここでしょ？で、クールが違うんだから。難しい。クールってしかもね、ガーリーって難しいのよ、私。もうこういうアイテム使っちゃうよ。いい？季節感。こういうの使った方が私得意なのよ。あ、かわいいじゃん。ねえ。かわいいよね。もう冬感出していいなら、これかな。カバンダッサ。カバンいらないよ。まあ、8枚までだしね。ねえ、これで気に入らないって言われたら結構打撃だよね。どうなんだろう。あ、リンリンつけるこれ。あ、かわいいじゃん、でも。ねえ。青に青かわいいよ。ちょっとお金欲しいから一気せとこ。これでどう？結構かわいくない？足出してるけど。いや、もう全身真っ黒にしてもよかったんだけど。あ、花柄好きなの？あ、やっぱそうだったんだ。よかった。全然覚えてなかったもんだって、リンリンの初期イメージなんてね。あ、でも可愛くなったよ。すごい可愛い。あ、これでリンリンイベントは一通り終了？あら？どうした？どうした？泣いてるわよ。何？まあもう一人前だからね、どう考えてもね。ゆうたちゃん、これを読む頃あなたはきっと大きく成長してるでしょうね。私の想像もつかないくらいに。あの小さな扉をくぐった世界で素敵な人たちに出会い、素敵な経験をして、あなた自身もきっとますます素敵なレディになっているわね。だけどまだ終わりじゃないわ。おしゃれは魔法、女の子を前向きなパワーと笑顔を与える魔法。これからもその魔法を全ての女の子にかけてあげて、これまで出会った人にも、これから出会う人にも、そしてあなた自身にも。いつかその魔法が私の元へ届く日を楽しみに待っているわ、サイおばあちゃんより。どういうことなの？このままやり続けろってことよね、基本は。この人今音符出てたよね。レストラン行くの？レストランに行くからクールはよくわからないんだけど、まあいいんじゃない？クールね。どんどん在庫ショール、ちょっと消費していかないと、本当に。でもこういうのありじゃない？レストラン行くなら。ね。ちょっとファンキーすぎるかな。でもありじゃない？なんか。でも季節、まあ、ギリギリ許してくれるんじゃない？まだ。まだ許してくれるでしょ。もうちょっと経つと多分ね、無理でーすって言うと思うけど、まだ大丈夫だって信じてるよ、私は。こっちかな。え、やば、高っ。あ、ないんだ。やば。イヤリングないわ。ちょっとグラサンでもつける？代わりよ。ほら、セレブ感出して、行きなさいよ。やべえやつだな、これだけ見ると。いっか。はい。これほんとね。サングラスのつける場所っていうのをなんか選択させてほしい。頭にかけるとかさ。
服にかけるとかさ、まあ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 だよ。ちょっと気のせい、今ね、気のせいかな、なんか知ってる人いるよね。どうしたの？オーラがすごい。オーラがすごい。最高のセレブコーデ？私ね、できるのよ、今最高のセレブコーデ。まあ、これちょっと、ネタに見えちゃうかもしれないんだけど、まあ、できるんですよね。できますよ。たまたまね、ほんとたまたまよ。昨日入荷したのよ、これ。これもうね、これとこれ。最強じゃない？悪意は多少ある。多少だよ、でも。多少だから大丈夫。ゴールドがいい。これ？これよね。もう全身ゴールド、もうお金持ちよっていう、お金っていうアピールをしていこう。お金。ああ、どうしよう。帽子いる？でも季節的に。いやでもない方が面白いんだよな。面白さだけで言うなら絶対羽織らしちゃダメなんだよね。はい。最強じゃない？ほんと最強でしょ。最強。ほら、無地好きだからね。うわぁ。うわぁ。これガルモ4で7サマーにしたのと同じだよね、多分ね。わあ、わお。さすがに来ては帰らないよね。さすがにね。まあ、あれで街歩いたらちょっと怪しいもんね。え？どこ？どこ？どこ行けばいいの？待って、どこ行けって？リキがパーティーを開いたレストランってどこ？あ、待って、ぽくない？初めてぽい子来たんだけど。いかが？あ、やっと来たよ。しかもこの子さ、顔黒くなっちゃった子だから、すごい似合うと思うな。あ、めっちゃ似合うじゃん。あ、いい感じ、いい感じ。あ、よかった、よかった。はーい。あ、売れてよかったね。ってことは、次どうする？ロリータをやったから、次は、ちょっと違うのやりたいよな、いつもと。サイケ、エスニック、スポーティ、ロリータ。フェミニンでいっか。無難なのが、おお。これ絶対、普通にお客さん来た場合に使えないアイテムっていうのを売りたい。マネキンでは。できる限り。紫だね、これはね。紫ガール。あ、ちょうどいいアイテムがいっぱいある。バッグないね。あ、いいじゃん。紫っていいよね。なんか好きよ。はい。で、あとポーズが違うのよ。これかな。はーい。すごい、もう全部紫だからさ、あのバッグとかも。なんか後ろね、背景が。なんかやだ。レストラン行けって言ったよね。待って、キラキラいた。めっちゃキラキラ来るじゃん。とりあえずレストラン行きましょう。駅。あ、リーニいる。どういうこと？
くどうぞ。戦ってるリンリンが。夏子。でも今のリンリンの方が絶対おしゃれだよ。え？夏子はちょっと難しいと思うよ。ここね、はい、レストラン。何が起きるの？来たわよ。何が始まるの？ね、黙って見てなさいって言われたわ。何の記念日なのよ。え？え？へえ、あの人がじゃあブランドやるんだ。へえ。バッグか。でもバッグのブランドさ、なかなか使わないよな。まあちょっとは買うけど。へえ。まさかのだわ。なるほどね。それよりちょっとスポーティーのブランドの方が嬉しいんだけどね、今来たら。どっちかって言ったらよ。さっきのキラキラ誰？知らない人。知らない人だ。じゃあちょっとやる？この人やって今日は終わろうかな。うん。あ、綾瀬はるか。何テストって何この人急に。どういうスタンスで来たのよ。ここでセンステスト。6万円しか持ってきてないくせに、ちょっと上からよね。なんて言った？フェミニンって言った？この人。え？私、ファーストインパクトが悪い人好きじゃないのよね。ちょっと、なのっていう。ワンピースの方がいいか。無難だよね。え、でも6万でしょ。ワンピースにするしかないか。アイテムがこれ使いたい。これなんかずっとさ、可愛いとか言って入荷した割にさ、全然使ってないじゃん。使いたい使いたいけど合わない。まあ、すぐ見事に合わないね。何着ればいいのこれ。え、ダサ。あ、これかわいいじゃん。これでいいんじゃない。もう普通よ。パンプス、うん、履いたらいいんじゃない。バッグはちょっとない。ピアス。いいでしょ。この微妙な色なんだろうね、帽子のね。はい。ごめん、安上がりだわ。まあ、でも6万しか持ってなかったしね。ね、そのテストクリアしたけど何？なんかあるの？得点は？お金100万円プレゼントみたいな。してくれてもいいのよ、いろいろ買いたいから。ちょっと本当に上からこの人何？何？ブランドとかかな？でも。え、なんかまだある？うわ、和風美人が来た。美人なのかわからない、ごめん。ごめん、和風好きっていうだけよ。今のカフェね。あ、ひろことめブランドだ、これは。ブランドだ。なるほどね。いや、ほんと失礼でしたよ。
やべ、バッグ専門ブランドが一気に2つ来たわね。いや、在庫上限、噛んじゃった。在庫上限って増やせんのかな？もう全然無理。満杯よ、もう。なんか、ちょっとほんと、捨てたけど、アイテム。捨てても全然って感じよね。はい、じゃあまあ、今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。